はようございます。ちはるです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今日はね、私の大好きな場所、愛知県の伊良湖岬から配信をしています。はい、私は朝ランで、素敵女子を応援、朝ランで素敵女子を応援しています。ちはるです。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは家族へのイライラ、家族へのイライラというテーマでお話をさせていただきます。はい、私昔家族に対してね、イライラしていることたくさんあったんですね。結構あったんです。家族が、こっちは、私はね、忙しくしているのに、家族はスマホを見て、なんかゴロゴロしていたりとか、ね、次の支度をさ、しなくって、ぐずぐずしてたりする、そんなことにね、私ねイライラしてたんですね。イライラしててすぐにね、なんかぶつくさ言いたくなっちゃったりとか、またね、家族に当たったりなんかもねしていたかなというふうに思います。だけどね、変わったんです。変わったんですね。朝ランをしました。朝ランをすることでね、気分がすっきりするんです。朝、家族の起きる前に外に出て朝ランをします。朝ランをして、汗をかくでしょ。汗と一緒になんかいや、その日のね、その日というか、まあ抱えているイライラが流れていったり、この自然な空気の中で自分が癒される。そして運動をすることによってポジティブマインドになっていきます。なので朝出て家に帰ってきた時にはとても気分がすっきりしていて、いい気分になるんですね。いい気分になるんです。だから、帰ってきて、ただいまという時には、私ね、いつもはこれわざと言ってたところもあるんだけど、あー今日もいい朝だよ、すごくいい朝だよ、気持ちが良かったっていうことでね、家の中に入っていくんですね。でやっぱりそういうね、いい空気、自分自身がいい空気になるんです。朝のいい空気になって、朝の爽やかな風をね、自分が家庭の中に吹き込むんですね。あー気持ちよかった、今日もいい朝だよっていうと、今日今からね学校に行く子どもたちだったりとかね、ご主人だったりとか、そういったね家族へもね、いい空気がね伝わっていくと思います。そんな風に自分が朝のいい空気になって、家の中にいい空気を吹き込むことで家族も変わっていくし、自分自身が気持ちよく、整っているんですね。心も体もね、体もほかほか温まっていたりとか、心もねすっきりポジティブになっているので、目の前に起こっていること、家族がスマホをね見てダラダラしているとか、そういったことの、そういったところを見ても、今までみたいにねイライラしなくなったんですね。スマホを見ることが悪いことじゃなくって、そこのメリハリずっとやり続けることだったりとか、時間の使い方がもったいないなって私すごく思っていたので、そういったところに対して、声かけをできるようになって、自分の感情的にそのスマホを見ることにイライラするとか、そういった感情的なところではなく、ちょっと客観的に少し一歩引いて見れるようになったりもして、朝ランを始めたことで、家族にいい空気を吹き込む、いい朝の空気に、自分がなるということと、そこに起こっていること、家族の言動に対してもイライラしなくなって、何が、良くないのか、どうなってほしいのかっていうようなところ、そしてそれをどうなっていくなってほしいかっていうのを感情的にぶつけるのではなくって、こういうふうに言ったらうまくいくんじゃないかっていう、自分のね相手を、がうまく気持ちよく動くような作戦を考えることができるんですね。そんなね余裕も出てきたかなというふうに思います。なので、朝ランをすることで、朝ランって結構ね、健康的、ダイエットにいいとか、若い自分を保っているとか、そういったね健康的な、面もあるんですが、家族へのイライラ、家族の人間関係を良好にする、良くしていくっていう意味でも、朝ランってすごく
いい時間だなというふうに思いましたのでシェアをさせていただきます。はい、ということで朝ランで家族の関係もニコニコ仲良くなるよというお話をさせていただきました。今日もねこんな素晴らしい朝日の下で朝ランをしてそして家族の元に帰ってきます。今日もすごくいい日だったよ、いい朝だよね、一緒に今日も出かけよう、こんなねそう、今日もいい朝だよ、気持ちいいねっていう、自分がね、私が自分自身が自分自身を整えて私自身が朝のいい空気になっていく、そんなことね意識しています。そうするとねいろんなことがうまくいきますよということで、はい、朝ランで家族もニコニコというお話をさせていただきました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。いいことあるよ、楽しんで、あ、そうだ、この話がいいなって思ったら皆さんも最後ご一緒に最後のねフレーズ言っていただけると嬉しいです。ではせーの、いいことあるよ、楽しんで、 Have a good day、 いってらっしゃい、ありがとう。